今日のランチ。こんにちは、ちあきです。今日はですね、イギリスノッティンガムの街を歩いています。現在ですね、1時40分でございます。今日はね、まだ何も食べてないので、カフェでね、何か美味しいものを食べたいと思って出てきましたよ。どこに行くかまだ決めてないんだけど、美味しそうなものがあるところに行きたいと思います。秋っぽいね、ドリンクとか、なんかそういうの食べたいよね、飲みたいよね。はい、ということで、出てきます。カフェネロの前を通ってんだけど、ベルギーチョコレートの美味しそうだね。みんなね、イギリスに来たらどこに行きますか？主にロンドンですよね。ノッティンガムは結構ね、大きい町なんだけど、ロンドンから電車で2時間ぐらいかな、1時間半 ?2 時間ぐらい離れています。あえて言うならばロンドンよりもなんだ、安全というか、ちょっとね、安心して歩ける雰囲気はあります。ロンドンはさ、こういう風に携帯持ちながらこういう風に歩くとちょっと怖いんだよね。こう道のそばだから、バイクとか自転車でね、パッて持っていかれちゃう時もあるから、そう、まあ、ここにもね、そういうのがあると思うんだけど、でもね、ロンドンに比べると結構ね、のんびりした雰囲気があります。はい、今日はね、みんなとチャッティチャ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 しながらお話ししながら、私ハビについてない大丈夫かもみんなとお話をしながらね、街の探索、はい、そして一緒に食べてっていう風にしていきたいと思います。はで、あー、ヘイちゃんの M がある。最近ね、ヘイちゃんの M で買い物してないんだよな。ニュールックもある。向こうにはマークス&スペンサー。マークス&スペンサーね、食品とかも売ってるんだけど、お洋服とかもね、売ってますね。ビューティーとかも。あー、おじさん演奏してる、すごいうまい。あ、ワイン屋さんとかあるよ。ワイン何が売ってるの、ちょっと見てみようか。おー、こんな感じです。あ、これロンドンにもあるアメリカンキャンディーで、アメリカのチョコとかドリンクとか売ってんだ。ピカチュウがいるよ。こういうチョコレート、え、アイス売ってんの。ハロウィンある。後で見よっか、ご飯から先だ。あ、レイクランド可愛いので、ちょっとね、5分ぐらい見てた。あ、クリスマスって感じ。みんなこういうの食べたことある？デーツの中にナッツとかね、ピーナッツバターとか入ってんの。マジパンが入ったやつだね。こういうセットとかさ、もらうと嬉しいよね。店員のね、お姉さんがすっごい可愛かった。カフェソーバーもね、結構ヘビー良かったから、あっちも試してみたいんだけど。猫カフェがあるよ、みんな。猫がいる。めっちゃ行きたいんだけど。めっちゃ行きたいんだけど、友達と行こうかな。ここにね、来たいって友達がいるから、彼女とこ行こうかな。中華料理を見つけてしまった。気分的にはがっつり行きたいの。そんなにレビューはないけど、美味しそう。今日ね、白着てるからさ、ヌードルとかさ、食べるとちょっと汚しちゃうかも。行ってみる？アジアン系食べてみたいよね。その後にカフェ行けばいいか。じゃあ行こう。超ランダムに入ったんだけど、メニューはこんな感じになってます。多分これランチ用なんだろうね。スターターがコロッケとか、あとチキン。見にくいね、なんかダブルになってるそうで、メインがレモンチキンとかスイーサワーチキン、カツカレーとかあるよ。で、あとはスペシャルフライドライスですね。フライドライスも美味しいね。で、裏はヌードルなんだよね。みんなね、なんかね、女の子たちヌードル食べてるから美味しいかな。ラーメンかご飯、どうする？ビーフフライドライス、ヌードルも一応あるね。焼きそば風の。
キムチのスープにして、でチキン食べてみる。Do I order here? Yeah. And can we have kimchi and rice noodle, please? Okay. I can have. Sorry? I can have. And do you have a chicken as well? Chicken? This, yeah. Yes. And do you have any drink? Yes, we do. Yeah, over there. Do you have a choice? Okay. So you are doing...Well, this is instant noodles over there. So you pick up yourself. Okay. Don't worry. I'm gonna stick to my. Alright. So. とかね、いろんな台湾とかね場所に行くと必ず豆乳頼むの。豆乳美味しいよね。ちょっと甘い。ね、はい。エンジョイって言ったんだ。フレンドリーな。そうね、秋とか言っときながら中華秋じゃないじゃん。ここでラーメン食べて、チキン食べて、でデザートもあるじゃないですか。デザートは、ここのカフェか、ネロか、スタバもあったし、どうする？インスタで聞こう。インスタで。何の写真を、私の写真とか写真がね、ダメだ。写真があれなんで、もうムービーにします。デザートでどこにしようか思ってて、Thank you very much. Okay.ってことかな、読めない。全部さ、中国語で読めない。みんなからのお返事を持ちます。こんな感じで出した。OK、ということで、いただきたいと思います。みんな見て、じゃじゃじゃーん、あ、ちょっと待って、こっちか、じゃ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 ーん、今日のランチ、大きいラーメンとヌードル、キムチヌードルにチキンです。これで1000円は高くない？どうなんでしょうか。はい、ということでいただきます。結構大きいね、これ。このキムチね、結構美味しい。もちもちしてて美味しい。食べるのが一番怖い。ちょっと冷まそう。そのようにチキン食べる。なんかよくわかんないけど、味付けしたやつ。チキンはぶっちゃけ日本のフライドチキンとほぼ同じ味だけど、ちょっと硬いね。日本のチキンの方がジューシーかも。だけどこれね、台湾チキンなんですよ。あの台湾のねストリートフードに行って、その時に食べたチキンがすっごい美味しかった。で、あの動画あるのでアタッチしておきますね。あのチキンは忘れられないね。そう、それを思っていたけど、まあ普通な感じです。
レジの方で他のお客さんが頼んださラーメンいろいろ入ってて美味しそうだったから聞いて何って聞いたの。そしたらインスタントラーメンって来たじゃない。インスタントラーメンレストランでサービスするのって思うじゃん。香港に行った時にねほとんどのお店でインスタントラーメンサービスしてたんですよ。香港の空港の中にあるレストランもそうだし、あとは街にある深夜の時に泊まってて朝4時とかに起きてさ朝ごはんが6時とか空いてるところによく一人で行ってたんだけど、そこでもインスタントラーメンもサービスしたの。なんかね普通みたい日本はさインスタントラーメンサービスって言ったらコンビニとかだよね。なんか香港も、なんかそういうインスタントラーメンがサービスされることに慣れてるんだなって、それが普通なんだなって面白い発見でしたね。でもね、お粥はね、私ね、すっごい好きなの、香港の。なんであんなにトロトロして、魚の旨味とかチキンの旨味が十分に染みたスープで作ったお粥がもう本当に美味しくて、そう、あれはね、一人でハマってますね。ライスヌードル、ツルツルしたヌードルが美味しい。なんか重くない感じがして、食べやすいね。チル麺がね、食べても食べてもほとんどなくなっちゃった。さっきね、みんなに聞いたちょっと半目なんだけどこんな感じ。ローカルのカフェがダントツ多いね、 60% で、スターバックスが 27% なので、ローカルのねカフェたくさんあるから、ちょっとどっか見つけてコーヒーとケーキとか行きたいと思います。豆乳がね、結構うまいんだよね。ウォーター、ホーソイビーンズ 10% シュガー入ってるね。ヌードルとかお野菜とか運んできてるんだけど、お米とかフォークとかでめっちゃ見てるこのスタッフの方に、なんか飲み物持ってってみたいな。男性の方々がコーラを選んでましたどうでもいいシーンなんだけど可愛いなと思って、こういう嬉しいよね、働いてる時になんかもらえるの私の母はちなみに、お薬屋さんとか回ってくるじゃない、なんか売りに来る方に私の母はヤクルトをあげてます。いつもちっちゃいヤクルト、あと缶のコーヒーとかね。結構跳ねちゃった、結構跳ねちゃってるよ。ここが寝ごめちゃった。ちょっとね、カフェ調べよう。ちっちゃいけどコーヒーが美味しいってところがある。ピンクっぽい、こういうところ行ってみようか。食べました。結構お腹いっぱい結構ね、あれね、ヌードルが入ってた。でもね、お腹の底からポカポカしております今はい、で今からねカフェに向かってます。さっきも通ったカフェネロでしょ。今日はね、ちなみにね平日なので、平日ですけれども結構、混んでるとまでいかないか、騒いでますね賑やかですね。これかわいいなと思って、14ポンドだよ。タッチテスト終わりました。こんな感じです、食べ終わったらね置いて帰るの。私の前に座ったお客さんのゴミを片付ける感じです。ゴミどうしよう。